ただいまこうインのギャラクシーファーファーアウェイ、遠い昔遥か彼方の銀河系レッドシルバッカがある任務についていた。レイヤーレイヤーレイヤー、何ですかレイヤー姫様。うわー、もうレイヤー姫がレイヤーレイヤーって言うからややこしいですよ。レイヤー、ちょっと惑星オクトーへ行ってお使いを頼みたいんですけどもよろしいですか。はあ、惑星オクトーに私の弟のルーク・スカイウォーカーっていうのがいますから、ちょっとルークを呼んできてほしいんですけども。はあ、ルークさんを呼んでくればいいんですね。しかしなんで今ファーストオーダーによって私たちレジスタンスは危機に瀕しておりますから、ここはフォースの力でもってジェダイの力でもって危機を脱しようと、そういう魂胆でございますからね、ルークさんを呼んできてくれませんか。頼みましたよ。はい、わかりました。それからチューバッカ、あのオンボロのファルコン号にポンコ 2D2 じゃなくて R2D2 が乗ってるでしょ。あれもね、ちょっとルークに見てもらってください。ルークはああ見えて機械が得意ですからね。頼みましたよ、二人とも。おーい、久しぶりにファルコン号で遠出ができて楽しいなー。はあ、しかしなんでこんな山頂に家があるのに浜辺にファルコン号をつけるかしらね。チューバッカはもう登っていかなくちゃいけないじゃないの。はあ、よいしょよいしょ。ルークさん、ルークさん、ルークさんはどこですか。ルークさん、はは、あ、あれがルークさんかしら。ルークさん、ルークさん、これあのライトセーバー持ってきましたから。ぽい、なんでライトセーバーを捨てて。ちょっとルークさん、どこ行くんですか。ルークさん、ルークさん、あ、引きこもっちゃいました。どうしましょう。あ、全然開かない、弱りましたね。これはちょっと中ばっかに言ってドアを蹴破ってもらいましょう。おーい、中ばっか、中ばっか。あら、あんな海の底に X ウィングが沈んでますわ。あー、大変大変。チューバッカ、チューバッカ、ちょっとルークさんが今部屋に引きこもってますから、あのドアを蹴破ってもらえませんか。おーい、そんなの簡単ですよ、行きますよ。おーい、ルーク、ルークさん、久しぶりですね。ルークさん、ルークさん、久しぶりです。長い話になりますので、ここは一つファルコン号の方へ来ていただけないでしょうか。ファルコン号、ん、ハンソロは、なるほど、そういうことか。じゃあちょっと行ってみましょうか。どれどれ、ああ、懐かしいですね、ファルコン号。あら、これはサイコロのキーホルダー、ハンソロが使ってたやつですね。よし、ちょっとこれは後でメルカリに出しておきましょう。ピロ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 、あら、お願いです、助けてください、あなたの力が必要なんです。オビワン・ケノービー。わあ、 R2D2、 もう懐かしいことを言ってるじゃないか。よしよし、なるほどなるほど。うん、しかし、うん、話とは何ですか。あの、今ファーストオーダーによってレジスタンスが危機に瀕してますから、ぜひともジェダイの力が必要だとレイヤー姫が申しておりましたので、ぜひルークさん手伝っていただけないでしょうか。それはできんな。できんできん。なんせ私はあのジェダイを育てるのを失敗しましてね、それがハンソロを殺したんでしょう。ベンソロね、あいつを育てるの失敗しちゃったから。
ちょっとそれは聞けないな。いや、そこをなんとかどうか、来て手伝ってほしいんですけども。ならぬならぬ。ならぬならぬよ。ダメだ。全然話を聞いてくれない。弱りましたね。どうしたもんかしら。はあ、全然ルークさんが話を聞いてくれまへんわ。困りましたな。あら、こんなところに切り株がありますよ。何かありますね、あれ。あ、古い本が6冊も。あ、なんだか声が聞こえますよ。レイ、僕だよ。レイ、僕だよ。僕だよ。カイロレンだよ。レイ、わかるかい？あ、これはカイロレン。レイ、あんた、自分のお父さんとお母さんが本当は誰なのか知りたいんじゃないのかい？知りたいわ。でも、なんでそのことを知っているの？僕は何でもわかるんだよ。スノークによって目覚めたからね。スノーク？そうだよ。あんなルークなんかに教わったフォースよりも全然強い力が使えるんだ。だから、レイもこっちに来て、お父さんとお母さんの話を聞かせてあげるから、来たらいいや。迷うわ。しかし、でも、何これ、夢だったのかしら、何だったのかしら。これはちょっとルークさんに報告ですね。ルークさん。もう教えないと言ったら教えませんよ、ホースは。それがですね、カイロレンはまだ完全に暗黒面に落ちていない気がするんです。ですから、ちょっと、私にフォースを教えていただいてですね、助けに行ってきますからお願いしますよ。それは弱りましたな。しかし、フォースが何なのか知っているのかね、君は。知ってますとも。岩を動かす力でしょう。まあそんなところか。よし、じゃあ稽古をつけてやろう。用意はいいかい？はい、準備はいいかしら。はい、ライトセーバーでフェンシング、竿に見立ててフィッシング、ブラスター回避でローリング、はい、グー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 、ホップステップジャンピング、はい、グー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 、こうほう。これで、フォースの稽古はおしまいです。すごい。簡単にフォースが手に入りましたわ。これでちょっとカイロレンのところに行ってきますからね。ありがとうございましたね。おーい、レーン、カイロレーン。いや、来ましたね、レイ。しかし、レンとかレイとかレイヤとかレのつく登場人物ばかりでややこしいですな。レイ、スノークにあってね、とりあえず話を聞かせてあげますから、こちらへおいで。騙したのね、スノークって。誰ですか？ギャー。よくここまで来ましたな、レイ。私がスノークですよ。あんたも暗黒面に落ちて強い力をつけるといいですよ。ね。その代わりじゃないですけども、その、物騒なね、ライトセーバーをこちらに横になさい。よーっとね。よし、これで、レン。ちょっと、レイを縛り上げてね、白状させてください。ルークがどこにいるか、ね、聞き出すんですよ。いいですか？ルークはどこにいるんだ？ほら、言いなさい。言わないとこうだぞ。いや、やめて、やめて。レン。あなたはそんなに、悪い人じゃないはずね。私にはわかるのだから、お願い。こうしてやる。ブシャー、ギャー。裏切ったな、レンが。体が真っ二つになっちゃった。バタリ。はっ、スノークをやったのね。大変、ここから逃げなくちゃ。わー、逃げよう。いっぱい赤いやつ倒して逃げましょう。そんなのは簡単ですよ。ブシャブシャブシャね。よし、これでいいね。じゃあ、大事なことをこれから言いますからね。あんたの お父さんとお母さんが誰なのかね、教えてきます。そうだ、それが聞きたかったの、レン。
あなたのお父さんとお母さんはですね、酒代欲しさにあなたを売ったんですよ。ね、どうですか。あ、憎いでしょう。ね、怖くなってきたでしょう。ほら、こっちの世界にいらっしゃい。何を言ってるの、レン。いや、もう行かない。いやー、逃げる逃げる。ビヨーンとね。はぁ、はぁ、大変大変。しかし、ファーストオーダーを怒らしちゃったから、もう、レイヤ姫が大変なことになっている。助けに行かなくちゃ。ね。中ばっか、ちょっとファルコン号で行きますよ。ビューンとね。ああ、やってるやってる。大変大変。あんな、AT-AT の前に回ったらね、ひとたまりもありませんから、裏に回りますよ、裏に。ね。よいしょと。しかし、どこにレイヤ姫はいるのかしら、わからないね。なんか銀狐がいますよ。岩がゴロゴロしてますから、これはね、簡単ですよ。フォースの力で岩をどけてやりましょう。よーいしょっと。ゴロゴロゴロと。ね。レイ、助けてくれたのね。レイヤさん、無事だったんですね。ああ、よかった。ああ、よかった。助けに来てくれたのは、ってことは、あなた、フォースの力を手に入れたんですね。言わない。